昭和賞なには、新末から前漢初期にかけての政治家。劉邦の天下統一を助けた漢野三傑の一人。劉邦と同じく、死水軍拝見法友の出身で、若い頃から役人をしていた。下役人であったがその仕事ぶりは真面目で能率が良く、評価されていたという。なお、総三や加工へはこの時の部下に当たる。 前歩の豪族の旅行が敵討ちを避けて、背景に移ってきた。県連は歓迎する宴を開き、接待のすべてを翔歌に任せた。参加した人があまりに多すぎたため、翔歌は持参が千線以下のものは地面に座ってもらおうと考えていたところに、流法が来て、一万銭と言った。これを旅行に取り継ぐと、旅行は玄関まで出向いて迎え入れた。翔歌は、 劉邦は昔から大ボラ武器だが成し遂げたことは少ないと言ったが劉邦の人相を非常に評価した旅行は構わず艦隊したこのようにこの頃は劉邦をあまり高く評価していなかったが後に劉邦は豊かを立つ時消化だけが多く銭を包んでくれたのだと語っており目をつけてはいたようである新末の動乱期になると反乱軍の優勢さに 旗政府から派遣されていた県令が同様、そこに総参党と共に旗の役員である県令では誰も従わない。劉保を旗頭にして判断に参加すべきと信言一旦は受け入れられた者の県令は気が変わって劉保を上司に入れなかったため、廃天場でクーデターを起こし県令を殺害、劉保を後釜の県令に迎えた。以降、劉保陣営における 内部事務の一切を取り仕切り、やがて劉邦が、公領、皇務を中心とした阪神陣営に加わり各地を転戦するようになると、その両末の差配を担当して、これを途絶させず、兵士を略奪に走らせることがなかった。また、劉邦が、真野と関与を占領した時には、他の者が宝物殿などに殺到する中、ただ一人、旗の歴史書や法律、 各国の人口記録などが保管されている文書殿に走り、降雨による破壊の前にすべて持ち帰ることに成功した。これが漢王朝の基礎作りに役立ったと言われている。紀元前206年、旗が滅亡し、流邦が漢王に奉献されると、昇華は上昇に任命され、内政の一切を担当することになる。それから間もなく過去 A が関心を推挙してきた。 その才能に漢字入った、昭華も劉邦に推挙し、関心は召し抱えられたが、与えられた役職が官職だったために逃げ出すという、事件を起こす。関心を引き止めるため昭華は自ら追いかけ、今度推挙してダメであれば、私も、官を捨てるとまで言って説得する。そして、劉邦に、関心を大将軍につかせるよう推挙した。劉邦は、その進言を受け入れ、 大将軍に任命する。関心は家柄も名声もなく、元はその増票で、ガでも単なる一兵卒だった。当然ながら最大級の大抜擢であり、このことからも、流鵬の昇華への信頼の厚さが伺える。流鵬が軍勢を率いて、関中に入ると、昇華もこれに従い、関中に入る。祖官戦争が激化し、劉鵬が戦地に出て、 漢中を留守にすると、王大使の留英を補佐しながら、その留守を守った。漢中においてもその行政手腕はいかなく発揮され、漢中から戦地に向けて、食料と兵士を送り、それを途絶えさせることなく留邦を後方から支え、しかも、漢中の民衆を苦しめることもなく、名上将として称えられた。紀元前202年、祖漢戦争が留邦陣営の勝利に終わると、 戦功第一には戦地で戦い続けた将軍らを差し置いて昇華が選ばれた。劉邦も昇華の送り続けた兵糧と兵士がなければ、そして根拠地である艦中が安定していなければ、負け続けても何度も立て直すことはできず、最終的に勝利することもできなかったことを理解していたのである。劉邦が皇帝となり、全冠が成立すると勝者は戦功第一の功に封じられ、 引き続き上昇として政務を担当することとなり、長年打ち続いた戦乱で荒れ果てた国土の復興に従事することとなった。紀元前196年に旅行から関心が無本を企てていることを知ると、密談を重ねて作望を用いて誘い出しこれを打った。関心は国士武装と称されたほどの名称であり、慎重でもあったが、 商家だけは信用していたために油断したのである。この功績により、進化としては最高位の小国に任命され、権利上殿、入庁不数、越算不明等の特権を与えられた。しかし、この頃から流邦は商家にも疑惑の目を向け始めた。これについては、疎官戦争の頃からその傾向があったため、商家もそれを察し、 戦争に参加できる身内を全員戦場へ送り出し、無本の気が全くないことを示していた。しかし、劉邦は皇帝となってからは再疑心が強くなり、また、関心をはじめとする元君たちが相次いで反乱を起こしたことで、昇家に対しても疑いの目を向けたのである。長年にわたって、関中を守り、民衆からの信望が厚く、その気になれば、いとも簡単に、 漢中を掌握できることも危険視される要因になった。商家は部下の助言を入れて、わざと悪性を行って、自らの評判を落としたり、財産を国庫に寄付することで、一時期投獄されることはあったものの、なんとか粛清を逃れることに成功した。劉邦の死の2年後、昭華も後を追うように亡くなり、文集公と送りなされて、この愛公、を和禄が後を継いだ。 昇華の家系は何度も断絶しているが、すぐに皇帝の命令で見つけ出された子孫が功を継いでいる。死に際して後継として総産を指名している。後に、総産は政務を怠っていると非難された時皇祖とき、公訴と昇華の定めた法令は明瞭明白でよう、収めており、変える必要がありません。我々はあまり細々とした変更をせず、それをただ守ればよいのですと。 時の皇帝に述べ、皇帝もその言葉に納得している。官王朝において、進化としての最高位である、小国は一部の例外を除いて小家と、宗三以外には与えられず、それだけの功績の者がいないとして認ぜられることが、なかった。愛好、小六は六年で成去し、子がなかったので、旅行は、彼の弟の衝動を継がせたが、紀元前179年に、 小道は罪を得て、借位を奪われた。そこで、昇家の罰子の月夜行、小正延を継がせた。抵抗、小野辺は2年で亡くなり、その子の陽光小儀が継いだ。彼は1年で亡くなり、子がないためにその弟の小息が継いだ。20年後に、公小息は罪を得て、所領を没収された。しかし、経天は見事の利を下して、 大行進の昇家の家系を断絶するのは忍びない、として、正則の弟の正義美を竹明公として封じて再興された。彼は七年で成去し、その子の正正が継いだ。彼は武帝の時期の二十一年で罪を得て、所要を没収された。しかし、武帝も父同様に御事との利を下して、正則の子の友公、昇慶を公に封じた。彼は三年で亡くなり、 その子の小樹生が継いだ。十年で彼は罪を得て、所領を没収された。剪帝の時期に、御事のりを発して、昭家の子孫を探し出して、その子孫であるおさむ子を、昭貴を、子に封じて三度再興させた。彼は三年で亡くなり、その子の失講、昭武が継いだ。彼は五年で亡くなり、その子の昭明が継いだが、小がなく兄弟の昭武が継いだ。 大毛が寛を散脱して、神を樹立すると、大毛は、昭和を、合孔に改めて封じた。王毛が、五寛の後武帝によって滅ぼされると、合孔も断絶した。明帝と昭帝は、巫事の利を下して、昭家を祀らせた。和帝の時期に、巫事の利を下して、昭家の子孫を探し当てて、見つけ出して、領地を与えた。このように、昭家の子孫は、全冠。 五感にまで反映した。さらに、南朝の際を建国した正成、正道なりは、昇家の24世の子孫、正道なりの俗子である針を建国した正、正園も、昇家の25世の子孫であると称していた。ありがとうございます。